風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。試合開始の笛です。ワンツースペースができている。折り返した。これはゴールキック、狙いすぎたようです。シュート、これはゴールキック。これは大きなミス。前半15分、これは危ない。クロス、ジャンプ、ワンツーシュート、横にそれてしまった。前が空いた、シュート、ヘッドでパスを送る。中に絞ってきた。ハイボールを競り合う。前半残り5分です。スローインです。ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ、後半戦キックオフです。繋がればチャンス。ゴール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 、ガンビリバブルゴール。待ちに待った先制点が入りました。
ここからどう攻める。後半10分経過。これはピンチ。ファーポスト。味方が探してますよ。フォローが遅いですね。ジャンプ。ファーサイド。スペースを埋めないと交代選手がウォーミングアップを始めたようです。ハイボールを競り合う。シュート。選手交代がありました。フリーにさせてはいけない。ヘッドでつないで、大きく前方にクリア。これは危ない。ワンツー。キック。シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。さあどちらのボールになるのか。試合終了です。耐え抜いた末の貴重な1点で勝利を得ました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。